今日もゆるくダイエットしてますか？藤田です。今回は60分歩くよりも寝ながらできる、怖いくらい勝手に全身痩せて脊柱管狭窄症腰痛まで解消する方法、それでは一緒に仰向けで寝ながらやっていきましょう。それでは仰向けに寝ていきます。それではまず仰向けに寝た状態で最初にしていく方法は、股関節をマッサージしていく方法やっていきます。1分間一緒にやっていきましょう。いきます、よーい、はい。では股関節のところに手を当てて円を描くようにマッサージをしていきます。できる方は足をゆらゆらしながらやってみてください。ここの股関節の部分は骨盤から全身のリンパの中心になっていきます。なので足の方からの老廃物を流すときに、この股関節周りっていうところが重要になってきます。なのでここの部分が硬くなってしまうと、足のむくみや冷え、また日常的に代謝が上がらないなんていうことが起こってきますので、まずはこの寝起きの股関節のマッサージを1分だけでもいいのでやってみてください。しんどいよっていう方はこれだけでも十分です。ゆっくりゆっくり股関節の周りをマッサージしながら、余裕のある方は横へパタパタしていきましょう。ゆっくりゆっくりしていきます。 OK です。では続いて膝を立てていただいて、お尻を上げていきます。このままゆらゆらしていきましょう。よーい、はい。ではゆら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 していきます。これによってこの骨盤から股関節の部分までついている腸腰筋だったりとか、大腰筋や腸骨筋と言われるような股関節を曲げるような筋肉っていうのをストレッチしながら、この股関節周りのリンパをしっかり流していきます。またこのブリッジの状態ですることによって、お尻の筋肉や背中の筋肉も使えることから、腰痛の防止や脊柱管狭窄症の防止にもつながってきますから、このしっかりとお尻を上げた状態でゆら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 してみてください。これがしんどいよっていう方は、お尻を下げた状態でゆらゆらしても十分効いてきますので、できる方をやってみてください。ゆっくりゆっくりゆら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 していきます。ゆっくりゆっくり、無理のない範囲でやっていきましょう。はい、 OK です。では続いてはこの膝を立てた状態でお尻のマッサージをしていきます。いきます、よーい、はい。ではマッサージをしながら、膝は少し内側に入れてみてください。こうすることによって、このお尻の筋肉っていうのがストレッチされながらマッサージすることができます。ただこの部分がですね、人工骨頭が股関節に入っているよっていう方は、無理に内側に入れる必要はありません。普通に立てた状態でお尻のマッサージやってみてください。そうじゃないよっていう方は、膝を内側に入れた状態でここのお尻の筋肉が伸びてるなっていうのを感じながらマッサージをしていきます。これによってヒップアップだったりとか、歩く時の左右のバランス整えることができます。お尻を円を描くようにマッサージをしながら、内側に内側に軽く動かしてみてもいいかもしれません。もう少しです。ゆっくりゆっくり円を描きながら、このお尻の部分のリンパも流していきましょう。はい、 OK です。では続いては膝を外側に開けた状態で、太ももの内側軽くさすっていきましょう。それでは行きます、よーい、はい。ではカエル足のようにした状態で、内太ももをしっかりとマッサージをしていきます。円を描くようになぞるように、どのような形でも大丈夫です。この膝側の内側にまでつくこの股関節から来る筋肉っていうのは、どうしても硬くなりやすいんです。これはデスクワークだったりとか、座る時間が多いよっていう方は、ここの部分の筋肉が硬くなってしまうと、骨盤から膝までつく大きな筋肉なので、腰痛だったりとか骨盤の位置が悪くなって、お腹の脂肪が溜まっていく原因になってしまいます。なのでしっかりとこの股関節の内側の筋肉、朝から伸ばすようにしていきましょう。
ゆっくりゆっくり膝を立てて軽く軽くマッサージをしていきます。そうです、上手です。無理のない範囲でやっていきましょう。 OK です。では続いて足を上げた状態でパタ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 っとしていきましょう。よーい、はい、パタ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 っと動かしていきます。これによって足の部分の老廃物を心臓の方にしっかり返すことができます。なので足がつりにくくなったりとか、足のむくみっていうものを解消しやすくなります。パタ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 やってみてください。これによってですね、腹筋もしっかり使うので、お腹痩せだったりとか腰痛予防にもなってきます。この体勢がしんどいよ、腰が痛いよっていう方は、膝を立てた状態で足首だけパタパタしていただくだけでも十分です。自分のできる方を選んでやってみてください。パタ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 動かしていきます。もう少しです。これで足の部分はしっかりと全身回るようになってきています。朝から老廃物を流しておきましょう。もうちょっとです。パタ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 、はい、 OK です。では続いては上半身の方に行きましょう。鎖骨部の部分を軽くマッサージをしていく方法、これを1分間いきます。よーい、はい、鎖骨の部分は軽くつまんだ状態でくるくる円を描くようにマッサージをしていきます。できる方は2本の指で鎖骨をスリ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 交互にしていくといいと思います。また足がよくむくむよっていう方は、左の部分の鎖骨の付け根のリンパを中心に流してみてください。僕たちの右と左の鎖骨っていうのは支配しているリンパが違ってきます。左の方は左上半身両方の下半身、右の方は右上半身だけなんですね。なので左の方を重点的にしておくことによって、足のむくみを解消しやすくなります。ただ体全体がむくみやすいよっていう方はですね、両方の鎖骨部のリンパ流すようにしといてください。で、余裕がある方は手を外に軽く動かしながらやってみてください。はい、 OK です。では続いてはバーンザイをした状態でゆらゆらしていきます。いきましょう。よーい、はい、ではバーンザイをしてゆら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 動かしていきます。これで肩周囲の老廃物を流していったりとか、肩甲骨をしっかり動かすことができるようになります。肩甲骨の周りには褐色脂肪細胞っていって、脂肪を燃焼する脂肪だったりとか、この肩周りがしっかりこの腰と連動して動くことによって、腰痛の予防、五十肩四十肩の予防にもなってきますから、しっかりとバンザイをした状態でゆら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 揺らしていきます。この状態がしんどいよっていう方は、手をまっすぐ上げた状態でも大丈夫です。これでも痛いよっていう方は、下ろした状態でゆら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 でも大丈夫なので、痛くない範囲でできるものを選んでみてください。ゆら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 していきましょう。もう少しです。自分のできる範囲でやっていきましょう。はい、 OK です。では続いては首のリンパ流していきましょう。首をぐーっと横に引っ張っていく方法、これを1分間やっていきます。よーい、はい、では首をぐーっと引っ張って、手は逆側をぐーっと反らして伸ばすようにしていきましょう。これが終わったら逆側もぐーっと伸ばして、手をぐーっと伸ばして反らしていきます。逆側も同じようにぐーっと首を引っ張って、手をぐーっと反らしていきます。でゆっくり戻して、逆側も首を逆側にひねって、手をぐーっと伸ばして反らしていきます。そうです、上手です。ちょっと気持ちいいなぐらいでやってみてください。片方もぐーっと伸ばして、手を反らして戻す。首をひねって、そのままぐーっと手を伸ばして、手首反らしていく。ぐーっと伸びてるなっていうの分かりますよね。これでリンパの流れがより良くなります。はい、 OK です。
では軽く首を左右に揺らしておきましょう。これを1分間いきます。よーい、はい、左右にコロンコロンと首を動かしておきます。これをしっかりしておくことによってめまいの防止にもつながっていきます。またこれはですね、首から耳の中にある三半規管っていうところを動かしやすくしていきます。この三半規管っていうのは僕たちの代謝を上げる脳みそと近かったりとか、膝の筋肉や足首の筋肉をしっかり動かすために必要なものです。だからこの三半規管動いてないと代謝が上がらないし、足の筋肉も動かない、足首の筋肉も動きづらい、だからバランスが取れないなんていうことが起こってきます。ゆっくりゆっくりめまいしない範囲で左右に揺らしておいてください。これでリンパも流れやすくなります。ゆっくりゆっくり無理のない範囲で、はい、 OK です。では続いては手をパタ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 として終わっていきましょう。よーい、はい、手をパタ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 と揺らしていきます。手首を上下に動かしていったり、左右に動かしていったり、いろんな方向くる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 回しながら、足と軒と同じように足の手先足先までしっかりと血流を流していって、老廃物を心臓に返していきます。パタ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 動かしていきます。ゆら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 、しっかりと血流が上がってくるっていうのを確認できると思います。無理のない範囲で、しんどくなったら手を下ろした状態でやってもらっても全然大丈夫です。ゆっくりゆっくりできる範囲で朝は軽く動いていきましょう。パタ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 、無理のない範囲で、自分のできる範囲でいいのでやってみてください。もう少しです。はい、 OK です。お疲れ様でした。このチャンネルでは毎日夜の9時にゆっくりダイエットが習慣になる方法を紹介してます。気になるなっていう方はお見逃しないようにチャンネル登録しておいてください。それではまた、バイバイ。